イオンモール、四日市北は、三重県四日市市にある、ショッピングセンターである。松原地区富水原町にあった、東洋宝石戸田工場が繊維業界の低迷を、受けて1997年に閉鎖され、その跡地に2001年1月27日に、ジャスコ四日市北ショッピングセンターとして開業した。指向は、大林組。開業時には、ジャスコ四日市北店を、 各店舗、ホームセンター、ディオワールド四日市店を純各店舗として約60店舗の専門店が出店していた。その後、各店舗のジャスコ四日市北店は2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオン、四日市北店に改称した。当施設の名称も 同年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、同年11月21日よりショッピングセンターの名称もイオンモール四日市北に変更された。また、2013年11月からイオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターをイオンモールの運営に委託することになったことに、伴って同社の管理運営に移行している。 当施設の一角には2000年4月に文化庁の登録有形文化財に登録されたレンガ作りの減免倉庫があり、内側から鉄骨で補強されて飲食店や簡易保育所、体操教室などが入居した。なお、この倉庫の両脇には外観を似せたレンガ風の建物が各々一棟ずつ計二棟建てられ、それらを合わせてレンガ棟としており、 レンガ棟全体が古い登録文化財ではない。駐車場の一角には、東洋宝石と田工場の時代に神社であった地区があり、そのシャジリ林跡を活用して、潜在自然植生を考慮した草木の他に、鳥類の餌となる実のなる木を植栽をすることで、ビオトープ公園として整備された。なお、この公園の整備に伴い、 神社関連の祠はすべて撤去されており、神社としての機能は失われている。また、地元の松原の石取り祭りの際には、当施設の駐車場が祭り車の出発点となっている。改装前の様子レンガレン、別連の内中央の一棟は、国登録有形文化財である、旧東洋宝石株式、会社と田工場減免倉庫は、レンガの建築物で改装されて、 店舗となっている。レンガ棟の内両脇の二棟はそれに合わせた形でショッピングセンターの開設時に作られた新しい建物となっている。ありがとうございます。